ちゃんです。富山県の射水市にある、北条津八幡宮に来ております。北条津八幡宮、ここですね。で、足利幕府が、足利のあのとこはにあのここに落ち延びてこられたそうなんですね。あの京都から。それで、北条津の、なってるらしいんですよ。従来将軍足利義義実が北条津を小沢所とした頃、当座から出された北条津幕府って言われてたんですよね。こう北条津八幡宮ちょっと行きたいと思います。由緒正しいとこなんだよ、室町幕府の。室町は足利幕府が落ち延びてきて北条津幕府っていうのを開いたんですよ。すごい歴史があるところなんですよ。ここ来れてよかった。これが凛々しい馬がそびえてます。のザンといる、なんかもう駆け上がってる、もう日本のマーク、菊の御紋ですよね。天皇陛下御在位30年、松がすごい。すごい歴史を感じますね、この古さ。北条寺八幡宮、足利義実が落ち延びて来られたところなんですよね。足利もう今日は本当寒いな。そんなこと言ってる場じゃないよ。大友のやかもちのなんか祀られてるみたいですね。清水田ゆかりの万葉館、大友のやかもち、後で読んどいてください。撮りました。大友のやかもちの祀られてるとこですね。
ドトポチよ。チャプチャプドトポチ。チャプチャプよかった。心来られて。危うく忘れるとこだったわ。あぶね。全然記憶になかったわ。でもよかった。人生の約束でもなんか撮影されたみたいですね。はい、では、射水市の、北条寺八幡宮からお送りしました。時刻は3時25分でございます。ありがとうございました。